トルコ航空278便墜落事故は1994年12月29日にトルコのバンで発生した航空事故である。エセンボーア国際空港からバンフェリトメレン空港へ向かっていたトルコ航空278便が最終侵入中に空港手前の雪山に墜落し乗員乗客76人中57人が死亡した。この事故は当時 ボーイング737から400で発生した航空事故として最悪のものだった。事故機のボーイング737から 4Y 例は1992年に製造番号26,074、2376として製造された。同年9月25日に初飛行を行っており、2機の CFM インターナショナル CFM56 から3、C1 を搭載していた。 事故機には7人の乗員と2人の子供を含む乗客69人が搭乗していた。乗員2人と乗客17人が墜落を生き延びた。事故当時、吹雪の試し艇が300メートルまで低下していたため、管制官は DME、VOR 侵入を行わないよう278便に警告していた。しかしパイロットはこれを無視し、侵入を継続していた。 イート15時30分、278便はバンフェリとメレン空港から4トル手前の標高を5700フィートの丘に撃突した。この事故は当時、ボーイング737から400で発生した航空事故としては最悪のものだった。2020年5月現在でもアダム航空574便墜落事故に次いで死者数の多い事故となっている。 ありがとうございます。